はい、こんにちは。詰め将棋なんですけども、表題に実戦で詰ませば五段、オーバーなこと言ってんじゃねえよと思われた方もいるかと思うんですけども、実際に、この局面そのものじゃないんですけども、青野照一九段が A 級にいた頃、ですから、近いトップ11の頃ですね、に、まあ、この詰め将棋の、まあ、ハイライトのあの金打ちの筋が見えずに、後手詰めは、これは後手詰めじゃないですけども、青野九段が実戦であの金打ちが見えずに後手詰めを逃したということがあるんで、まああながち実戦で詰ませば五段は嘘じゃないかなと思うんですけども、ただ詰め将棋ですよって言われれば、私もこれ正直数分で解けたんで、まあ詰みますよって言われれば詰ますことは簡単です。っていうふうに、将棋って詰め将棋ですよ、詰みますよって言われてればまあ簡単ですけど、実戦では詰むかどうかわからない状況で済ますのはまあすごいことですよね。まあ大学入試の数学と同じですよね。大学入試の数学はできますよと。必ず解けますって、もうあらかじめ分かってるものを解くからできるんで、まあ大学の数学科の方は私分かりませんが、まあきっとできない問題に挑んでいるあたりがすごいかなと思います。で、まあこれ、もしも実践だったら、つい、まあここま、上に来てもまあ金が待ってるから、じゃあとりあえず、桂でも得しとくかと。まあこんなの実践だったら、十分、これぐらいでも、まあ、自玉が詰まなければいいかなって感じですね。で、まあ、上に逃げてくれれば、それはもう、金から押さえつけて、頭に銀打てば詰んじゃうんですけども、真横に逃げられた時に、まあ、1枚足んないんですよね。まあ、歩でも叩けば、まあ、2歩ですね、2歩。なんですが、まあ、じゃあ、しょうがないからつって、まあ、ここに来た時に、金打たないと、こっちに逃げられちゃうから、じゃあ、銀を先に打って、で、金だと足りないと。まあ、香を取っても、まあ、また香打っても、歩合ぐらいで足んないんで、じゃあつって先に桂打っちゃうと、これはもう桂頭の玉でもこっちも逃げられちゃうという感じなんで、まあ実戦で自玉が詰まなければ2一銀成ぐらいでいいんでしょうけど、それはまあ詰め将棋だとダメだと。で、まあこれはなかなか実戦では指しづらいですけど、詰め将棋なら一目でこれぐらいはまあ目につきますよねと。これで同玉で取られた場合は金を残してあるんで金を打って、でここに銀が効いてるんで、ここに金が行けば詰みだと。まあ、うっかり銀でなっちゃうと金取られちゃうんで、これで金行けば詰みということなんで、1三銀は同玉とは取れない。じゃあ、同香と取ると、今度こそ1三に逃げられないんで、でしかもここに金を打つ隙間が空いてるんで、もう簡単に銀なりで逃げて、この隙間のおかげでもう3枚並んで詰みという感じで簡単なんで、結局、1三銀に対しては、同桂と取るのが、最善で、ここで、ですから、青の九段は、この手が実戦では見えなかったと。まあ、確かに見えづらいですね。まあ、ここで、まあ、こんな風になって、こうやって、まあ、実戦だったら、ぐいっと引いとけば、もう、これでどうだという感じでいいんですけど、まあ、これじゃ王手じゃないとダメですと。で、まあ、これでも、この後、こう取っても、同玉で、まあ、金打って、ここで足んないと。香だけじゃ済まないという状況なんで、じゃあ、ここで、この時に、どうしたらいいかという、まあ、この詰め将棋のハイライトが、言っちゃいますよ。まあ、1、2、金打ちですね。これで、まあ、同香だったら、今度こそ逃げ道がなくなったんで、銀がなれば、ここに逃げられないから詰みだし、まあ、最善は同玉と取ると。これでも持ち駒はないんですが、2一銀ならずが効いて、2二玉に3二金までと。なんて詰めだったか、わかりました。じゃあ、初手からやりますと、1三銀、同じく桂。で、1二金、同じく玉。2一銀ならず、2二玉、3二金。まだ、なんだ、なんて言うんですか。という、そこまでになります。これなんですけど、兄貴が経営してる、無料の案件です。次男がバイトしてるんで、タコス、ニューヨーク仕込みのタコス、昨日行ってきたんですけど、結構美味しかったです。で私の見たって言うと、ドリンク一杯無料になりそうなんで、よろしくお願いします。じゃあ以上です。ありがとうございました。